番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつマスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております「ミヤキチャンネル各界」今回は1週間を振り返る増刊号ドドーンと始まります10月21日から始まった1週間今週のニュースやワイドショーも地獄のチューリップの歌歌っておりました今週はマイコプラズマ肺炎に焼肉屋の倒産が確保されたからの夏日 夏日が過去最多。東京の夏日が過去最多でした。テレビ朝日は ANN ニュースとして夏日最多と伝えていたんですが、実のところ熱帯夜の過去最多は昨年の2023年だったんです。暑くなっても寒くなっても底辺だ、底辺だと大騒ぎするのが地上波テレビなんです。今週はそんな東京の夏日が過去最多だと大騒ぎしていたテレビ朝日。 がが炎炎上上しししかもテレビ朝日のネット記事が炎上しておりましたそれが、嘘が民主主義を滅ぼす、デジタルがもたらす怖さ、権力者が操る陰謀論に騙されるな、研究者が鳴らす継承。ネットの反応を一言に凝縮しますと、おまゆう、おまゆうでした。これ多重事故のように突っ込みどころ満載なんです。 嘘が民主主義を滅ぼすは多分本当なんですが嘘ばかりついてるテレビには言われたくないって感じですむしろテレビ朝日さんは炎上商法炎上商法を始めたんですかと私なんかは疑ってしまいます炎上商法を手掛けたのはテレビ朝日のデジタルニュース部というところのようです民主主義の仕組みや独裁政治権威主義などについて オリジナルキャラクター、デマニャあ、間違えた、えっと、デモニャン、デモニャが説明するという、まあ、このような触れ込みでした。スウェーデンの独立調査機関、VDEM 研究所ってお呼びするんですかね。こちらのスタファン・リンドバーグ所長へのリモートでの取材をもとにコンテンツは作られておりました。スタファン・リンドバーグ所長は、民主主義は良いという前提で話を進めまして、 ただし、民主主義を担保するためには表現の自由が必要だとして、その表現の自由を権力者が利用してしまう。それが現在の課題だとします。その上で、インターネットや AI が民主主義についてどのような影響を与えるとお考えですかと記者が問いかけます。これにスタフォン・リンドバーグ所長が嘘が民主主義を滅ぼすと一言でまとめました。 デジタル技術の進歩によって誤った情報や陰謀論大規模な嘘やデマが広がる可能性が非常に高まり真実が脅かされていると心配してみせますしかしお言葉を明確に返しておきますが日本国内でそれをやってんのはむしろテレビですとりわけ スタフォン・リンドバーグ所長が取材を受けておりますテレビ朝日であったり、その親会社であるえ製品新聞です。スウェーデンのテレビ事情についてウィキペディア先生と総務省のサイトに当たったところ、スウェーデンのテレビはどうやら受信料で運営されているようで、放送庁、放送庁という公的機関が番組内容のチェックをしているというんです。日本の BPO のような 何の法的権限もないので、同時に何の責任も負わない、無責任すぎるにも程があるというと言い過ぎでしょうか。町内会のお達者クラブのようなところがチェックらしきことをしているという設定らしきものの、そんな不確かなもので運営されている日本のテレビとは相当違うようです。スタフォン・リンドバーグ所長に日本のテレビがやらかしていることの現実をお伝えした暁には、 テレビこそが民主主義の危機であると。そこに日本国における民主主義の危機を見つけられたんじゃないでしょうか。陰謀論で一例を挙げますと、新型コロナが始まった時のことです。日本国内ではそもそも検査する機会がなかったのでできなかった PCR 検査。これをしないさせない許さないとばかりに政府が制限しているとおっしゃったのが、モーニングショーの中の玉川徹さんです。 そしてその狙いは憲法改正。憲法改正を狙いとして政府が PCR 検査を絞っているんではないかというネット上での陰謀論を番組の中で垂れ流したのが玉川徹さんだったんです。今は定年退職されましたが当時の彼はテレビ朝日のベテラン、ベテラン社員でした。直近の自民党総裁選、自民党総裁選でも 選択的夫婦別姓について、自民党の議員が積極的ではない理由について、番組水曜日のレギュラーコメンテーターの元アエラ編集長の浜田恵子さんは、宗教右派の支持が欲しいためと。ざっくりと言うと、つぼ、つぼ、まあ、旧統一教会だとか、日本会議だとか、神社本庁ですか。まあ、こうしたものを匂わせて、ね、匂わせて、ね、おりました。しかし、NHK が、 自民党総裁選を前に取った世論調査によると選択的夫婦別姓を大切と考えたのは1%わずか1%でした選択的夫婦別姓については国民は国政選挙の国政選挙の争点としていないんですなお NHK の調査ではいわゆる裏金と言われる政治と金の話題よりも経済対策こちらを優先してくれっていうのが1番で2番目が 社会保障でした。さて、テレビの側の嘘あるいはデマというところを見ていきますと、今年直近の話題では、令和の米騒動、令和の米騒動がありました。そして、新型コロナの始まりの時、トイレットペーパー不足を煽ったのはテレビでした。私が言ってんじゃありません。これ、総務省の集計で確認されているんです。誤った情報や陰謀論に嘘やデマ、これを拡散してるのがテレビなんです。 テレ朝の炎上商法コンテンツは全3回、3回もやり上がりまして、そのうちの第2回目は、世界人口の7割が権威主義的な国に住む現実、背景に中国とロシアの影、日本が陥る可能性も民主主義に永遠はない。なんだかよくわからない日本語になっているんですが、この理由の大半はインド。インドで次に中国とロシアです。 何かというと、権威主義の国が増えている。日本は大丈夫かと、煽っているわけです。テレ朝の炎上処方コンテンツのオリジナルキャラクターですかの、<laughs> デモニャン。これ、うっかりですね。デマやん。デマやんに見えて仕方がないんです。んうんうん。白がこう言ってます。激辛ラーメン。炎上処方コンテンツには、アニメ版が YouTube の方で公開されていて、第2話の 画面の一部を切り出したアイキャッチの方には今日からご飯は激辛のみとありましたそんな激辛ラーメンしか出さないようなことをやってるのがテレビ朝日じゃないですかって話です自民党批判ではなく自民党を貶め続けるためだけにどす黒い野望を燃やし続けているかのようなやることなすこと箸の上げ下げまで悪口悪口を言ってるのが テレビ朝日のニュースやワイドショーなんです。唯一の例外は石破茂さんでしたが、それにしても総論で自民党の悪口だけを言い続けてきたんです。たまには褒めろとは言いません。しかしラーメン屋さんでも醤油味、塩味、豚骨などなどがあって激辛ラーメンがある。だから激辛ラーメンを選ぶお客さんもいるのに、激辛ラーメンしか置いていないような報道、それがテレビ朝日、というか日本の地上波テレビ、みんなそうなんです。 お客さんが味を選べないラーメンのテーマパーク。しかも伝えるのは事実だけではありません。事実をかいつまんで別の印象を与える切り取り報道などに代表されます。テレビ朝日が放送免許を取り上げる直前まで行った。あ、失礼しました。あの椿事件。これは20世紀の話ですが、今から5年前、テレビ朝日の報道ステーションでも当時の 世耕広重自民党参院幹事長の発言を聞ておりました。この時世耕広重さんはツイッターでテレビ朝日とのやりとりを全部暴露しまして番組はちしょうがねえなとばかりにお詫びをしました。スウェーデンの研究所のスタホン・リンドバーグ所長が危惧されているのとは正反対にツイッターに代表されるデジタル、デジタルがなければ テレビによる事実上のデーマが訂正されることがなかったわけです。当時の、そして今も、ネット世論はこれを許さなかったんです。前愛媛県知事でありました加藤森幸さんが閉会中審査に招かれた国会で、近頃こうしたことを報道しない自由というようで、と、まあ、このような発言をしたのが、世耕弘重さんが報道ステーションに異議申し立てをした、 2019年の2年前の2017年のことでした。なお、テレ朝の炎上商法コンテンツの担当者のプロフィールがツイッターの方にありましたので、そちらを見ていますと、元朝日新聞記者なる不気味な、あ、いやいや、そんなプロフィールをうっかりキーワードを見つけてしまいました。すなわち、元朝日新聞記者によります炎上商法コンテンツの 全3回のうちの3回目最終回は、デモに行けと始まります。スタフォン・リンドバーグ所長は、民主主義のために戦ってきた。そんな場所では常に若者がいたと。最前列にいたと。旧ソ連諸国のカラー革命に、ザンビアの民主化に、香港の雨傘革命と挙げていきます。ただこれもお言葉を返しておきます。日本でもかつて、 学生運動がやかましいあ、かまびすしい時代がありました。その正体を時を越えて我々に共有させてくれたのがあのシールズ、シールズでした。何より日本国では聖徳太子の古にしえより和をもってたっとしとなすとありまして、明治にあたりまして万期功労に決すべしと、五箇条の御正門で確認しています。 何かというと、実力による抗議というのは最後の手段なんです。言うなれば、秘密兵器で、こんなこともあろうかとという日本の秘密兵器はいまだに秘密のままです。それが民主主義なんじゃないでしょうか。世界が目指す民主主義の一つの到達点なんじゃないでしょうか。ただ、万期討論に決するためのそのいわば議論において重要となるのが情報です。 ネット的に言うならば重要な背景情報が必要なんです。ところがこの情報が嘘まみれ。嘘まみれなのがテレビに代表されるマスコミ報道で、とりわけテレビ朝日は目に余るということです。なぜ目に余るかというと、テレ朝カラオケボックス、飲酒転落事故です。それでは今週も確認しておきましょうか。 テレ朝んカラオケボックス飲酒転落事故の報告はあったのかあったのかなかったなかったまた来週の、<laughs> でした。まさに舐め腐った話です。テレビ朝日の社員だった時代の玉川徹さんが番組を代表して宣言したんです。自ら課した約束を果たそうとしないわけです。んうんうん。白がこう言ってます。玉川事件。玉川徹さんはテレビ朝日社員だった時代に、 安倍晋三さんの国葬儀翌日の番組の中で、その感動的な弔辞の数々を、政治的意図を匂わせない演出をテレビマンならするはずだと草しました。入ってもいない、電通入っている。その出かせ発言が玉川事件の本質じゃないんです。長らくテレビ朝日の世論調査において次の総理総裁はというアンケート結果、 石破茂さんが1位でした。安倍晋三さんに苦言を呈するという事実上の悪口を言い続けねば、とばかりの石破茂さんが次の総理総裁の1位。あれらはいずれももしかして、もしかするとですよ。政治的と匂わせない。演出をせねば、せねば。はて。やだ。 マジででっっかないって話ですそしてこのどす黒い野望が叶いまして自民党が「消えた消えたそのやれば憂いなし」となったとしてもそれは民意ですから仕方がありません次に我々がすべきことしなければならないことは「テレビ朝日をぶっ壊す」とばかりに「消えた消えた」えたやったー 1>, 1週間の始まりでございますというわけで今週も正しく恐れてみんなで頑張っていきましょう最後までご視聴いただきありがとうございます今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいですそれでは番組最後の運試し「みやちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ」はい、私がチョキなのでグーを出してあなたグッチョーおめでとうございます 私と同じチョキを出したあなた着替えますね。あなたと私で一二三のトリプルピース。そしてパワーを出したあなた周の頭のエナジーチャージまとめてのハンドパワー。ミミミミミミ,ミ,ミ。それでは増刊号恒例謎のギターのコーナーがハッチマットよ。 次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーで、お別れです。バイバイ。バイバ